アップレやってまーす。こんばんは、ご苦労さま、加藤浩次です。極楽トーム山本圭一です。スピードワゴンの小沢和弘です。池田優子です。イコールラブ大谷エミリです。今週もですね、新型コロナウイルス感染防止のためラジオブース内の人数を減らして換気のため扉を開けっぱなしにしてお送りしたいと思います。はい、お願いします。ねえ、暖かくなってきましたね。本当、嬉しいですね。嬉しいね。なんで嬉しくなるのかね。本当ですね。暖かいって嬉しいですもんね。本当そうなんです。寒い頃から暖かくなるとやっぱりこう、何なんだろうね。僕はやっぱり、革ジャン派なんですけど、はいはいはい、革ジャンって、実際寒いじゃないですか。寒そう。みんな革ジャン暖かいイメージあるかもしれないけど、やっと革ジャンが着れる季節になってきたなというか、まあ冬も着てるんですけど、革ジャンだけだと寒いんで、中に。緩めの革ジャンだからじゃないの？え？もうタイトルなやつだったらもうちょっと暖かいんじゃないの？寒いんですって、革ジャン、本当に。いや、革ジャン俺も着るけど。寒くないですか？だからやっぱ春とか秋なんですよ、革ジャン。冬はもうちょっと。あ、そう？はい。あ、そうか。革ジャンの下に何を着るかっていうことじゃないの？そうなんですけど、革ジャンだからタイトなのいっぱい持ってるから、中にパーカーとか着ちゃうと、もう着れないから、結局だから。貼らないもんね、タイトにしてたらね。そうそう。うん、じゃあ T シャツに着るぐらいの感じにしたいよね。一番理想です、ね。それは寒い。あ、嬉しい、革ジャン着れるの。革ジャンの季節です。そしてやっとオープンカーの季節です。え、オープンカーなんか乗ってんの？僕もう東京出てきてからずっとオープンカーです。嘘つけ。いや本当に。かっこいい。嘘つけよ。本当ですよ。そんな恥ずかしいこと言うんじゃないよ。僕は上京してきて車東京で買える状態になった時、最初からオープンカー買ったんですよ。うんうん。じゃあもう、最近オープンカー買いました。今コンビ揃ってオープンカー乗ってるの俺たち。いいじゃん。すごいでしょ。コンビ揃ってオープンカー乗ってるんですよ俺たち。恥ずかしいな。でもオープンにずっとしてるわけじゃないでしょ。それが、若い頃はいつもオープンしてたけど、最近もう全然できない。なんか恥ずかしくはないんだけど、なんか勇気。恥ずかしいよ。やめて。マジやめて。オープン、昼間できないでしょ、オープンに。してるよ。嘘だよ。だから、この春、秋はしますよ。花粉のこの季節に、あ、僕花粉症ないんで。ああ、そうか。はい。で、オープン、オープン。ちょっと待って、マジで顔がニヤニヤしてて嫌なんだけど。俺オープンとかもう買ったことないわ。でもオープンカー乗っちゃうともう普通の車、なんか密閉感がひどくて。じゃあもうあの上開くやつもあるじゃん。あ、上開けるパターンです。僕のオープンカーそっちのバージョンもできるんですよ。だから、ちょっとまあ。でもさ、オープンって冬乗ってもあったかいもんね。あ、あのシートでね。え、あれホロなの？あ、僕のは普通にバーッと開いてるやつです。あ、普通のあのハードトップのやつ。あ、そうです。うん。まあ、前乗ってたのはホロだったんですけど、まあホロだとな、風切ってちょっとうるさかったりするからな。そうなんですよ、オープンカーって風の音すごい入ってくるんですよ。そしてオープンカーだと曲かけて走ると、なんか周りの人になんかアピールしてみたい、してるみたいだから、音も絞らなきゃいけないから。うわ、小沢の季節が来たじゃん。ありがとうございます。オープンカーで革ジャン着て。めちゃくちゃかっこいいおじさん。かっこいい。かっこいいのかそれ。え、やらない？絶対やらない。なんでよ。山さん別にやりたい派でしょ？俺はそうだね、別にオープン派じゃないもん。え？オープンカー派じゃない。あったら別にオープンカー平気でしょ？いや、平気。でも都内はちょっと嫌かな。ちょっとどっちかって言ったら。急にもう売りたくなってきたよ。都内はちょっと嫌じゃん。たまにいるじゃないですか。いるよね。見られるでしょ、絶対。俺絶対見るもん。とりあえず誰が乗ってるか、どんな方が乗ってるかをチラ見はするよ。大体ね、あの、髭生やしてるおっさんが多い。革ジャン着てるよ。革ジャン着てるよ。革ジャン着てるから、ちょっとおしゃれにして。おしゃれなおじさんが乗ってる。でね、後ろに犬乗せてるやつ。ああ、いる。それもいるね。いるいる。ただ、小沢がめちゃくちゃダサいこと言っていいですか。まあ、信号待ちとかの止めると、開閉できるわけですよ。走ってる時は無理だ。俺ね、渋谷原宿あたり近づくと屋根閉めてる。閉めんの？屋根閉めてる。渋谷原宿あたりはちょっと信号で止まる機会が多すぎて、信号が少ないとこはもう開けてバッと走ってくるんですけど、信号で何回も止まるたびに、あ、小沢だ、小沢だ、オープンカーだ、
革ジャンだ、うん、言われるから。いや全然いいんだけど、スーパーセブンとかわかる？わかります。あの、僕最初、うん、32の時スーパーセブン買おうと思ったの。おじさんに相談して何がいいかなって言ったら、うん、スーパーセブン乗りゃいいじゃんって言われて、うん、でもスーパーセブンなかなか世に出回ってないでしょ。で出回ってないんだけど、だからあれ乗ってる人たまにいるじゃん、街で見るじゃん、うん、まあ一体クラシックカーみたいな、うん、大昔の。いやだからまあ今新しく現行のやつもあるんだけど、うん、で、スーパーセブンっていうクラシックカーっぽいやつがあるんだよ、はい、切ったやつ、うん、あれ乗ってる人いるじゃない、うんうん、あれもだいたいキャラクター一緒の人多いよね。そうそうそう、うん、あれ買う人決まってるもんね、うん、ヒゲ生えててこう顎ヒゲ生えてて顎ヒゲが白い感じの人が多いよね。ちょっと待って、すげえ見てるじゃん、オープンカーの人。すっげえ見てる、俺すっげえ見るから車乗ってんの。あ、これね、いい季節です、うん、あまあな、だからあれ、ね、俺のスーパーセブン乗って俺スタジオ来たらまあわけわかんない。いやいやいや、ここまで行ったらいいけどね、うん、俺はね、まあね、うん、ここまで行きゃいいけど、まあルパンとかが乗りそうな車よ、うん、ああ、それだから、うん、どうまあそこまで行ったらいいと思うよ俺は。次買う時それにします、うん、俺死ぬまでもうオープンカー行き切っちゃった方がいいよ、うん、女子どうなんですか、オープンカーで例えば俺と例えば付き合うとか結婚とかしてドライブオープンカー嫌でしょ。嫌だー。ちょっと待って、それやめてよ。そこまでの嫌だはやめてよ。嫌だよー。嫌なのかな。憧れますよ、私は。あ、だからオープンカー好きの女子もいると思う。うん。私は風を感じたい。か、え？風を感じたい。風を感じたい。でバイクにするじゃん。うん、単車の方が感じる。いや、なんかでも車の方が安心感がある。うん。し、あの、子供の頃は絶対オープンカーが欲しいと思ってましたよ。うん。だから車の趣味って大きいよ。例えば、うん、だから結婚するんだったら大谷よ。うん。え、どういうこと？で、池田は無理よ、もう。うん。うん、オープンカー無理なの。そうそうそう。オープンカーが嫌な女子は。俺が折れればいいじゃん。なんでもう無理なの。いやいやいや、でもやっぱ絶対自分の画が出てくるから、うん、そういう趣味に関しては。うん。うん、だからオープンカー好きだったら結婚できるけど、うん、まあ小沢とか池田みたいなタイプっていうか、オープンカー嫌いなタイプの女子はもう絶対やめた方がいい。僕もっと本音を言うと、うん、まあ普通にそういう車乗ってますけど、本音を言うともう軽トラがいいんですよ。軽トラだったら多少ぶつけたり、うんうん、擦っても気にならないじゃないですか。うん、いやいやいや、オープン、ちょっと待ってよ、そこかっこ悪くない？聞かせてください。うん、そう、かっこ悪いよ。これかっこ悪いの？軽トラだったらぶつけてよくて、で、ね、何オープンカーだったらぶつけてダメってすげえかっこ悪くない？うんうん、だってオープンカーでもちょっとぶつけ、俺ぶつけても乗ってますよみたいな。うんうん、今日帰りぶつけますよ。ちょっとへこんでますよみたいな。今日オープンカー。小沢、小沢、僕小沢。はい、ぶつけてんの全然気にしてませんみたいな方が、こうこうぐらい、まずぶつけてるやつかっこ悪いでしょ。いや、女優の方でなんか別にぶつけても関係ねえみたいな、なんかテレビ出てて、写真が、車がテレビ出てて、あの、ぶつけてんだよ結構。でもそれで平面こいて乗ってるわけ。直さないんだ。俺意外にかっこいいなと思って。うん、ね、なんか日本人ってすごい擦るとか傷気にするじゃないですか、うん、すぐ直しますもんね。僕は本当昔軽トラ乗ってた頃は一切気にしなかった。いやだから軽トラだろってあれぐらい気楽に乗りたいのに、普通に車買っちゃうと、うん、もうなんかね、もう結構一回擦ったりしてるんですけど、うん、やっぱ気にするようになっちゃったなと思って、うん、だから軽トラ時代に戻りたいっていう時がたまにあるんですよ。おお、いや、こう、本当に、俺だって自分のね、奥さんとね、結婚するときに、俺それ結構あったもん。もう結婚じゃない、付き合うときに。あ、車問題？車問題。車問題あって、俺絶対聞いてたの。もう、付き合う女性。うん、どんな車好きって。どっち系ね。で、なんでもいいって、全然私車知らないから、みたいな、うん。だったら別にいいんだけど、うん、うちの奥さんとなんか、付き合う前に、ご飯食べ行った時にそういう話になってね、うん、どういう車好きって言って、うん、でアメ車とかみたいなこと言ってて、と思って、もう女子で俺と真逆だなと思って、僕だからヨーロッパ車の方が好きだから、アメ車でけえの好きなの、だなダメだなと思って、で次会った時に、うん、もう車で行ってなんか迎えに行って、うん、でその車で行った時に、だから僕イタリア車の古いの乗ってたのね、はい、1968年の古いイタリア車乗ってて、うん、でそれでなんて言うかなと思ったの、うん、そしたら見てちっちゃいのよ俺のやつ、すごいちっちゃい2ドアの、 車だったけど、うん、
うん、お、かわいい、かっこいいってなったの、うん、おそれで、あ、付き合えると思ったの、そこで、そう、そこで思うんですか、だそこずれてたら、まあ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 、ずっと彼女はでかいアメ車に乗りたいのにちっちゃいイタリア車に乗ってなきゃいけないのそれも苦痛だし、俺が運転しててもなんかテンション上がってなかったら、うんうん、これずっと無理だと思うの、確かに気まずいかも、だからあんまりあれだったんじゃないの、アメ車かヨーロッパか、区別つかないの、会社のすべて日本国のやつはアメリカの車だと思った外国の車全部アメ車になってた可能性あるよね、あの人はその可能性あります、私分かんないからね、あの人はその可能性ありますよ、全部アメリカだと思った可能性ある、ね、もう本当に変わってからこの間だからそのうちの妻の話なんだけどさ、あのラジオ終わったらさ、大体俺12時過ぎぐらいにちょうど家帰るの、うんうん、12時前ぐらいかな、ちょうど12時ぐらい、うんはい、30分ぐらいここからかかるから、ね、で多分車の音が聞こえたんだろうな、うん、駐車場止めるときに、うんうん、でうちの妻があっと思って隠れてて、リビングで隠れてて、俺が帰ってきてうわーって驚かそうとしてたんだよ、いい年して、いや、いい年してよ、二人揃ってもういい年してんのにいや、ね、それはもういいんだけど、うん、だ単純にそれしようとしてたの、うん、でこの俺が帰ってくる音が聞こえてなかったんだろうな、うん、であれと思って、うん、こう隠れてるとかこう覗いたの、うちの妻がね、うちの妻があれ、うんうん、と思って、俺もあれどうなんだろうと思ってパッて覗いて、もう俺リビングにいたんだよ、うん、そしたら覗いたとこからキャーって声聞こえたんだよ、うん、はおかしいだろ、うん、ういう驚かす側の人間が、うん、もう自分が音気づかなくてリビングに俺いることによって、うん、ギャーって言ったんだよ、うん、はいい年して、いい年して可愛いじゃん、いや変わってんの、一生それしたいよ、一生それしたい、変わってんの、んで俺の部屋別にあんのね、うん、で俺が部屋にいて部屋にいるって言って、うん、部屋の中にいなかったら大体ベランダに出て、うん、自分の家からベランダに出てタバコ吸ってるわけ、うんうん、ね、それはもう大体もう当たり前のことなの、うんうん、もう俺ん家では、うん、で香織が俺の部屋来て、であ工事ないってなってカーテン閉めてたらカーテンパッて開けたら、うん、目の前にタバコ吸ってる俺がいるわけじゃん、うんうん、想像してないの、そんな。なんで予測できない。加藤さん、おかしいだろ。加藤さん、俺びっくりしたんだから、そのギャーの声に。どうしたっつったんだから。工事したからっつって、いるだろって。確認するために開けてんだからね。うん、ただ加藤さん、世間ではこれをね、うん、のろけと言う。いや、のろけじゃないのよ。のろけではないの。変わってる、うん、変わってんだよ。そこで可愛いですよね。いや、変わってんだよ。可愛いっていうのは、1、うん、2回この話だけだったら可愛いだけど、いい、結構ちっちゃいのあるから。うん、同じようなのが。同じようなの、本当あるから。でも、お家帰ってきたら隠れてて、脅かしてあげようとか、なんか可愛い。そういうのよ、山さんどうなんですか？うちはまだだって、その3、4ヶ月だからだったら、うん、そんなの合戦ですよ。うわ、めちゃくちゃ聞きたい。めちゃくちゃ聞きたい。やってんだ。何それ。それはまあやります。山さん、何か仕掛けた話ある？仕掛けたっていうか、単純に、やっぱ隠れるっていう。隠れるという。隠れるってそんなにカップルではメジャーなことなの？まあ遊びの一環としてね。あ、帰ってきて、いるのかなみたいなね、うん。いないみたいなことがあるってことだよね。そうそう。あれいないみたいな。うん、帰ってくるなみたいなのがあったら、もう全部消して、全部すべて消して、鍵も閉めて、で、もう棚の中に入っとく。棚の中に、だから、ね、クローゼットだろ、クローゼットの中にずっと隠れて。棚じゃねえだろ。棚に入れねえだろ。それは無理。クローゼットの中に隠れとくみたいな。え、山本さんがですか？そう。で、奥さん帰ってきたら、電気も消えてるから、誰もいないなと思って、電気つけて、うん、服脱いで、クローゼットかけようとしたら、ご対面。違う。もう、いや、いることが分かってるから、隠れてんだみたいなことで探すのが始まるっていう。隠れんの？いや、これで、ね、言っとくけど、俺絶対やんないからね。奥さんは知ってるけど、そうそうそう。そう、俺はしない。ただ、山本家は山さんも知ってる。そうですね。びっくり。しかもだから、GPS でお互いの居場所分かってるのにそれやってるから。分かってやってる。そうしょうがない、だってもういるのが分かってるから家に。お互いの場所が分かるやつやってるんですか？やってます。アプリかなんかの。フーっていうのかな、今。いつだっけ、なんかこの間先週だっけ話したんですか？先週ですね、うん、だから先週話したから俺は知らないかもしれないけど、それ言ってて、アプリを入れてるっていう話を。フーっていうのをやってますよ。だからもういることが分かってるから、
うん、でも帰ってくるのももうパッと見たら、うわ家が近いと思って、家に近いと思ったら帰ってくるのが見えるから、シュシュシュやったろうと思ってパッ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 、いやでもだから分かっててるあれだからな、イチャイチャですね。いやだからそれこれがのろけ、俺はのろけじゃないのよ俺はやっぱりちょっとあいつおかしいなと思ってる話だからえでも加藤さんキュンとはしますよね。しないよ。またまた、じゃもうしないと、俺結婚22年だぜでも今いいところあったよ、うん、もうしないって言った、あ昔は最初はね、いや最初はもう思う、ね、みたいなのがあったよ。それはそれ結婚22年になってそれがもう22年間続いてんだぜでもそういうのが好きなんですよ ね、 ね。でも聞く分にはめちゃくちゃいいよね、かわいいよ。いやもういやもう変わってんだよ、おかしいんだよ憧れるって言ってるよ、憧れますよ、憧れないだろう高いし、頭おかしいんだからちょっとやめて、そんなことない、それではない、もう本当だぜちょっと嬉しい。でも今思い返したら僕も今そういうことあったかなって考えたら、似たようなことは1個ありましたけど、僕は隠れるんじゃなくて、うん、あのリビングに死んだふりして倒れてて死んでるって言われたかったもんなんかそんな映画あったな、福田さんの映画だな福田雄一の映画でなんかあったな、うん、なんか倒れて死んだふりしてようと思ったけど、うん、全然バッて帰ってきて、あ俺今度それやってみようかないや山さんこの年だから可能性あるからねあるか死んでるわよ、ちゃんとリアルにやらないとダメだよ、死亡職場にちゃんとあとも大変だもん、もうちゃんと口から垂れてるみたいな、ね、やってやってそうやってみようかな、面白そうだなでも相手もさ付き合ってくれる、そのノリに付き合ってくれるテンション必要ですよ、うん、いやだからそこが合うか合わないかっていうのはもう大事なのよ、うんうん、だからそれなんかあの例えば収入とかさルックスとかって言うけど、うん、俺もうそこじゃないと思うよ、隠れるテンションが合うか隠れるテンションが合うかと車の趣味が合うか大事かも、そういう趣味とかでやっぱ変わる女子、いやまだ分かんないんだよそれ、リアリティがないから、隠れる趣味で、いやいや違う、あの隠れる趣味とか趣味があった方がいいでしょ、脅かし合いが好きとかさ、ノリがさ、ノリがあった方がいい、ノリがだから合うってこと、ノリが合うの大事ですけど、私逆に嫌いなものが一致する方が大事なんじゃないかって思ってます。あ、それ言いますよね。でもやっぱ嫌い、なんか好きなものは多ければ多いほど楽しいじゃないです か、 いい、ね、だからこれだけはやりたくないが一緒の方、うん、これだけは許せないが違う、してた方が絶対うまくいく気がします、友達でも。そこはなんかどうでもいいのよ、自分が好きなものに相手もテンション上がってほしいわけじゃない、自分も、いや私は自分の趣味は自分で楽しみたい派です。いや一緒の家に暮らしてんのよ、いやそれは池田はそれ無理だな、ベイスターズのファンじゃない人とでも結婚できるってこと、はい、あそうですね、あのどっちでもいいです、それそこは、あそうなんだ、はい、絶対映画とか一緒に見に行って、こ面白かったよねあれって、え全然面白くないじゃんってなったらもう続かないよそれ極端、別に映画行かなきゃいいじゃないですか、うん、行くでしょう映画楽しめばいいじゃん、まあ、一緒に行かなきゃいいってこと、ね、それぞれ映画全然違ったら別々で一緒に行けた方がいいよ、うん、僕一緒に行ったこと過去ありますけど、うん、隣に座ったことは一回もないです。もう何やってんだよ、だってさ隣に座るとさ、どこで感動するのかなとか、ここで感動してんの、え変な話、彼女と映画見に行って別々に座る、めちゃくちゃ離れて座る、何してんの、だって隣にいたら反応が気になっちゃうんですよ、俺めちゃくちゃ感動してる、パッて横見てる、すげえ冷めてんじゃんとか見たくないから、見なきゃいいじゃん俺横なんか一切見ないよ、リアクションなんかずっと自分で映画見て出てどうだったっつって、だから結局、うん、横見ないんなら横にいなくても一緒じゃないですか、いや二人で行ってる意味ないじゃないの、だから僕意外と感動しててすぐ泣くんですよ、うん、映画で、うん、だから隣にいて泣かれる、泣いてるところ見られたくないし、俺が泣いてるのに相手が泣いてないのも嫌だからと思って、うんうん、絶対離れて座るようにしてるんですけど、うん、もうめちゃくちゃ一回映画それおかしいって言われない、言われなかった、いいよっていいよって、いいな、でもやっぱそこ合う人なんだな、それがね、ノリが合う人なんだな、ただ一回マジで号泣しちゃって映画館で声上げるぐらいって泣いちゃって、そしたら彼女が出てきて、うん、その映画終わったと、うん、今日映画の途中映画館の中に犬入ってこなかったってなってるよって言って、俺すっごい恥ずかしい、いいノリ小沢いいノリだね、その彼女ねでしょ、うんうん、だからやっぱノリは合ってんだよ、そういうことです、あだからまあそれを OK にしてくれる人ってことでしょ、うんうん、そこのノリ合わないとダメだって言ってた、まあ、感性は大事ですよね、ダメなとこなんか許すしかないんだから、いやダメなとこが一なんか
一致してるないとダメなとこなんか大体許せばいいんだから。これ嫌だよねってこういう人って嫌だよねみたいな、そんな話家でしたくねえよ。それが合う方が絶対いいですって。いや違うってポジで合わせないとダメだって、ネガで合わすんじゃなくて。いやいやポジがだって多ければ多いほど楽しいんだから、 そこ分かち合った方がいいじゃないですか。いやだから自分が楽しいと思うことを相手が楽しいと思ってないのが一番嫌でしょ。じゃあ確実に言えるのは、うん、この二人は夫婦になれない、絶対ダメ絶対ダメ、うんうん、だってそんなあの人嫌だよねって話家でされたら俺嫌だもん。でもしないもんね。しないんですよ。一致してるから。それを言わないでも同じ人きっと苦手だろうなって。ああいうのは好きじゃないっていうのが、うん、ああいう。でも確認しようがないとダメでしょそこって。でも分かるじゃないですか、なんとなく反応で、うんうん、あ、うん、店員さんのああいう態度は、うん、ああって思ってるなみたいな、うん、いちいち言わない、言わないけども、ね、はい、いやそこはさ俺譲れないな。それ譲れないのはいやあそこあいいじゃん、 そんなんでいちいち気にすんなっていう相手の方が俺いいと思う、池田にとっては。なるほど。映画に関しては確かに、ね、いいじゃんいいじゃん、でそれよりこっちの映画の話しようぜって、あの映画面白かったじゃんとかっていう方が絶対いいって。そこいちだ、あの人あの人やだよなって、お前もやだと思った、俺もやだよあの人っていう会話はもう意味がないって。俺これ絶対曲げれないわ。だからいつか池田さんがそういうパートナーできた時に、うん、我々チェックするからね、どっちの上なんだか、もう常識が合ってないのが私一番ダメなんですよ、友達でも。常識が合ってないって例えばどういうこと、うん、ご飯食べる時のマナーとか、どういうそういうことです、うん、どういう多いのがやっぱ口を開けてくちゃくちゃ音を立てて食べるとか、それだってお前くちゃくちゃ音立てんじゃねえよって言えばいいんだけどことじゃん、そんなの、うん、あごめんごめん俺音立てた立ててたって治らないじゃないですか、うん、そういうことって、まあ、癖だな、うん、俺ちなみにご飯食べるとき絶対本読みながら食べるの、もうそれもマナーやっぱ良くない、良くないでしょ、まあ、マナーは良くないけど、人の時はいいですけど、ねうん、俺それ無理だもん、誰といても誰といても本渡すぐらいだもん、そうだ本当に本当にちょっとやだかも、ね、本だからもうカバンの中5、6冊入ってるのは渡す用ですもん、貸し出し、この人にはこれかなって渡してる、ありがとうっていうやつがいいと、それはノリが合う人だから、君はスパかな中間ベースボールそれなかなかいないだろう、いやでも私でありがとう、俺焼肉屋で大昔そうやって女の子とお互い本読みながら飯食ってたら、その後後輩がその焼肉屋で見てたらしくて、小沢さんってめちゃくちゃ変わってるねって言われて、二人でご飯行ってお互い本読んでんだって言われて、変わってると思う、変わってると思うんだけど、相手もそれが OK だと思う、そういうことなんです、ノリが合えば全く全然問題ない、スマホ見て食べてる人っているんだから本読んでる方がなんかスパっていうのがどうかと思いますけど。じゃあ2人で映画見に行ってて、うん、2人とも寝てるぐらいだったら、うん、あの趣味が合うっていうこと、そうそう、2人ともそう、ね、2人ともこっくりってやったらいい、それだから例えばね一緒に住んで2人でいて本読まれるの嫌だったら新聞読んでたら朝ごはんで、それはお父さん世代みんなやってた、あそれはセーフ、それはセーフだな、うんうん、俺はじゃないけど、じゃあトイレに新聞持ち込む人はお父さん世代みんなやってたじゃん、うん、俺持ち込むよ、まず俺新聞読まないの、あそうか俺全然持ち込む、でもそうすると長くなるじゃないですか、確かに次使えちゃいます ね、うんねうん、家族でしかも家族がいるから、うん、まあじゃあ昔のお父さん本当に加藤さんはお父さんなんだね、ごめんちゃいけん時から、うん、いや俺普通に持っていくわそれ、それでそれ嫌だっていう人いるって聞くよね、女の子、うん、新聞持ち込んでトイレ入ろう男子嫌いって人、うん別にまあだからよくトイレにも本が置いてあったりするとこもあるから あ、うん、あれはちょっとなんかでも人ん家行って、あこの人たちは本を読むあのご家庭なんだって思うね、トイレに長居するタイプかって思いますね、俺あんまり長居しないから、うんうんうん、あトイレに本あるよ、うち、あだ長居するタイプですね、家族も読むってこと、他もだからあれあのねそれはねちょっと一個ね、うん、あのあれなのよ、あのトイレ行った時にパッて見た時に、うん、あれ置いてある、あれ何かなってペラッと見て、うん、あ1ページ目ちょっと読んで面白そうって思わす作戦よああ家族で共通のものを共有したいっていうのが実はそう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 、でも子供にこれ読めって言ったらなかなか読まないから、ね、これもいいよとかなるし、いやもういいよそんなのってなるから、トイレに黙って置いといたら
あれってなるかもしれない作戦。めちゃくちゃいい作戦ですけど、ちなみにチャレンジは何でやったんですか。うん、ああ、いろんなのいろんなの。いろんな小説とかじゃなくて、なんかこう、雑誌でもこういうジャンルの雑誌。まあ雑誌じゃないね。だから、なんかこう、なんていうか、なんとかの、なんか短い、ストーリーなんだけど、ちょっといいのがいっぱい入ってるやつとか、そういうのが集めたやつとか。あ、一応トイレだから短い話にしてるんだ。そう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 。短いやつとか、あとなんかまあ勉強になるやつとかさ。なるほどね。うん、いいお父さんですね。うん、もうあんまりその作戦うまくいかなかったけどな。いや、子供言わないだけで読んでますよ。読んでんのかね。だって子供の頃僕父親めちゃくちゃ書斎っていうか本があったけど、うん、隠れてやっぱ読んでましたもん。ああ、そう。はい、本に。お父さんのやつ読みますよ。あ、読むもんなのかな。いちいち言わないけど。うん。あ、まあそうなのかな。はい、嬉しい。いや。でも、これ絶対そうだ。俺山本と西野はノリが合うんだと思う。うん。あ、もう、うん、いや、まあまあ。二、うん、人とも、明らかんというか。そうそう、ね。どっちもなんかそんな感じ。太陽出てる、今日最高みたいな二人で。俺似てると思うよ、性格、うん。思います。だから。あの子も明るいですからね。そう、なんか。ベランダでなんか家庭菜園みたいなの。なんか山さんどんどんすごい一気に俺がしてるんだ。今までやってなかったことを一気に。俺はしてないんだけどするんだって言い出して。いいじゃん家庭菜園。でお手伝いしてるんですか。そう、それで免許を取ったのよ。だから免許なんかあるの。免許を取っ違う違う違う車の免許を取ったの。なんか落ちたんだろ一回。でまたニュースになってたぞ。で受かったのよ。2日後に泣いてるやつがニュースになってましたよ。泣いてた2日後に本面受かったの。原付きな。原付きじゃない普通の車の車の車の。俺だってな、俺だったら、うん、やっぱりノリが違うから、うん、山本さんと、うん、妻がね、うん、免許に落ちて泣いてる写真を自分の SNS でアップしたら、うんうん、お前バカじゃねえのか。言いそう。やめろ。許してあげてよ。じゃあ俺だったらね、俺だったらさって言うけど、山本は OK なわけでしょ、それが。全然。ああ。俺も OK ですよ。落ちてる。俺それで見たんだもん。ああ、落ちてる。なんでそんなの SNS に上げてんだよって、俺はなっちゃうんだけど、山本はもうそれで、落ちたのかっつって、落ちたのか大丈夫だよ。次頑張れよって言うタイプだから。まだまだ落ちる、まだまだ落ちるって言ってたら、悔しいから2日後に行って受かったの。いや、まあまあ、あんま落ちる人いねえけどな。そしたら喜んでるじゃない。うん、いや、だけど、その2回目の受かった時も、12人受けて、1人しか受かってなかった。うん、いや、本当だって。普通車免許でしょ？普通車免許。実地？学科？実地。あ、実地？実地、最終的な実地で。そんなに落ちるもんでしたっけ。いや落ちないです。落ちないよ。いやでも結構落ちてたんですよ。10人いたら2人ぐらいしか落ちなかったね。え、一発で受かりましたよ、ね、一発で一発で受からなかったら恥ずかしいみたいな。そう、そんな時代でしたもんね、うん、今ちょっと違うのかもしれない、難しいのかな、まあ、受かるところは受かるんだろうけど、うん、そのまあ、うん、東京のなんか行ったところはそうだったんです。お祝いしたんですか。お祝いするんですか。お祝いはしないけど、運転しな俺の車って一回やったでしょ。違う、だからなんか受かるか受からないかの前にもう車を買ったのよ。受かるもんだと思ってって、うん、で車を買ってて、でいろいろ名義だなんか、まだ免許がないのにそれをするっていうか、それは無理だって言ってて、だけど受かったらこの日に大丈夫だっていう、車乗れるんだっていう日に、その日に受かったの。へえ。でそのまま。まずいじゃん。え、まずくねえかお前それ。なんで？いや、大丈夫なの？いや、まずいよ。何がまずい？西野が車持ったらまずいじゃん。まずいって？だってお前迎えに行って局で顔出して仕事もらう作戦できなくなる。確かにそれできなくなる。それをまずいって山本営業できなくなるじゃん。大丈夫だよ。大丈夫か？お前が迎えに西野がしてたの。西野がね、番組に出て仕事終わる、兄さんだと思ってたけど、仕事終わるぐらいの時に迎えに行って局に上がってって、うんうん、どうもーっつって、うん、と山本さん来てたんだみたいな、はいはい、でそれでスタッフと話して仕事もらう作戦を今やってたから。いや、まあまあまあやってたっていうか、まあまあたまたまやってた感じになったけどな。たまたまやってた感じになったけど、まあまあまあ前向きにやってたわけじゃないんだけど、まあまあたまたま結果そうなったと。結果そうなってたってだけで。うん。そこ大丈夫か？俺。大丈夫大丈夫。いや、まずいな、やっぱり。心配だな。うん、まあまあまあ。ただ一人で行って一人で帰ってきちゃうぜ。お前ただ家で隠れてるおじさんになるじゃん。隠れてる。お兄さん隠れて待ってる。
隠れて見つからないおじさんだよね。最終的に死体になるよ。まあ、死体でな。それはまあ大丈夫か。免許取っちゃって。そうだな、確かに。でも取っちゃったから。あ、そうか。で自分で買ったのか車。で自分で買って、まあ、最初嬉しいからな、嬉しい。だからまあまあそれはちょっとある程度ちょっと中古でもいいから、中古でいいよ、した方がいいよ、絶対こするから最初なんて絶対、うん、そうそう。ほんで、まあ、じゃあ仕事を車で行ってんですか。いやいや、まだまだまだ怖いもんね。んでだから車庫入れのちょっと練習じゃないけど、うん、ちょっとついてったのよ、うん、ちょっと車庫入れをあのやりたいからついてってついてきてっつってやったんだけど、うん、本当に怖くて、うん、もうちょっともうどっちハンドル来てるか分かんなくなるんだよな。そう、どっちハンドルかも分かんないし、俺とにかく黙ってとにかく乗ってたんだけど、うん、もうなんていうの、もうこの溝落ちの辺がもうギュン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 それは事故るからってこと。もう怖くて、もうほんとゆっくりでもう、あ、どっちだっけ、右、え、は、えって言ってる間にチャ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 って最初は何も言わないって言ってても、違う違う、逆逆、左に一回切ってとかって言っても、なんか左、え、左って言って、右と左一回手を上げるのよ、こうやって、うん、完全にパニックってる。それは落ちるわ。そんでやった。うん、ほんで、だから俺がいない時も、あの一人でその車を、うん、あの敷地内というかその駐車場内で、うん、今日を5回練習したって。あ、偉いね。ぐるーっと回って、うん、車庫入れて。ぐるーっと回って車庫入れ。お、本当偉いな。5回やったって。で、だいぶできるようになったって。一発で駐車場入れるようになった。一発はなってないけど、でも前なっつって、よく考えてみて、うちの駐車場の一回、その切り返しだけやるけど、うん、この逆のハンドルの時ってどうするんだって言ったら、うん、それやってないって。うん、だからいろんなパターンがあるからなっつって。うん、まあでも、実践しかないけどな。ね、まあ本当そうだよね。もう実践あるのみだもんな。いや、だってやっぱ擦ったりもしてたもん。やっぱり何回も擦って、うん、何回も失敗して、うん、でようやくうまくなってくる。だから人の車とかにぶつけないだけしないと。そうそうそう、それだけね、うん、そこは本当にやんないけど、爪にかけときなさい。いやいや、そこまで練習してたらもうまずいな、どうするよ。いや、俺が逆についてくわ。いや、でも助手席乗ってくのおかしいだろう。まあそうだな、西野の仕事の時に彼女が局の駐車場って止めるの難しいから、うん、あの車庫ドン、車庫入れ要員と言ってください。車って車庫ドンって呼んでるんだ。車庫要員ね、うん、車庫要員で、うん、じゃあちょっと1曲目、今日は小沢さんのリクエストです。わかりました。じゃあ、まあ車の歌がいいですよね、うん、RC サクセションで雨上がりの夜空。懐かしい。極楽とんぼ加藤浩次です。 MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってます。はい、ではメールの方を紹介しましょう。まずはペンネームブーメランチャンネル、東京都の方ですね、うん、あっぱれ土曜の皆さん、こんばんは。こんばんは。ミリニャといえば学生時代に寮生活をしていたそうですが、その寮はルールが厳しく、様々なことが禁止されていましたよね。はい、そうなんです。例えばお菓子が禁止だったので、お菓子の代わりにココアの粉をバクバク食べて我慢したり、雑誌の持ち込みが禁止だったので、外出時間に内緒で買った雑誌をブラウスの下に隠して自分の部屋にこっそり持ち帰っていたりしてたそうですね。すごい知ってくださってる、ね、どこで言ったのか、どあの自分の配信で言いましたね。あ、はい、嬉しい。なるほど。そこで皆さんに質問です、うん、皆さんは私生活でどんなことを禁止されるのが一番きついですか、ぜひ教えてください、うん、あ、もうこれ僕はですけど、うん、加藤さんも多分そうですけど、何、タバコどこも行ったら禁止多いじゃないですか、うん、すごい、もう昔って楽屋全部吸えたのになとか、すごいあれ嫌ですよね、うん、しょうがねえ時代だから。うん、俺はもうしょうがないと思ってる。もうそこは割り切ってます。うん、もうしょうがない。違うよ、加藤さんクラスだとスタジオの横にタバコ吸ってくれ、吸っていいフロア作ってもらってるでしょ。もうもらってない、持っとく、持っとく、持っとく。結構先輩方でそういう人いるじゃないですか。いるいる。でやってないんだ。俺一切やってない。俺は喫煙所行って吸う、うん、すごい。ほんとほんと、これは偉いですね。もうしょうがないよ、だってもうマナー良くしないと。偉い。朝の顔。いや違う、朝の顔っていうか吸ってる以上さ、確かにね、もう良くしないと。禁煙者のね、立場もそうね。え、なんでタバコってやめられないんですか。
美味しいんだよ。美味しいんですか。美味しいの。でも最初美味しくないって言いません。そう。なんで美味しくなっちゃうんですか。美味しくなっちゃったんだよ。なんでですか。正直美味しい美味しくないか分かんないけども、うん、当たり前になってるんですよね。うん。まあでも美味しい瞬間っていうのは絶対にあって、そう、例えば食後の一服とか寝起きの一服とか、なるほど、あの気持ちよさをもう一回味わえるかもと思って吸ってるのかもしれない。そうでもない時あるでしょ。全然あるね。無駄吸いすげえあるよね、うん、でも喫煙所にしか行かなくなったら、うん、無駄吸いなくなるんだよ。ああ、回数が減ってるから。そう、うん、本当に欲してる時しか行かなくなるから。そう、例えばさ、なんかロケとか行って、その時に控室になるところが、うん、あ、ここ全然吸っていいですよって、例えばお店とかで、うん、タバコ吸っていい店とかあったりするじゃない、うん、ここ吸っていいですよって言われて、やったーと思うじゃん最初、うんうん、あ、ここ吸えんだと思うけど、無駄吸いしかしてないのよ。なんか吸っていいって言われるから吸う。そう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 、なるほどね。うん、だからロケとか行っても俺本当に喫煙所で吸うか、まあまあ、で携帯ハイザル持って吸っていいところでしか吸ってないよね。外でしか吸ってないな、うんうんうん、それはね、もうそうすることに決めたのも。へえ、それも本当にいいよ、無駄吸いなくなるから。確かに僕めちゃくちゃそうですけど、うん、一吸い二吸いで消しちゃうから。え、もったいない。一吸い二吸いで消しちゃうけど、半分個ぐらいです、半分手前ぐらいでやめちゃうんで。俺フィルター手前までですよ。本当に好きなんだね。味が好きな人だ。フィルター吸ってる時あるから、多分。すごい人だ。本当に。でもタバコを禁止されたら嫌だね。ね、うん。その一服っていうのが、我々は一服禁止されたらちょっと罪。罪。そうなんだ。じゃあ、な、あの、いつから美味しくなったのかな。ね、最初そうでもないですもんね。うん。ナナさんってスタートから吸ってない。俺吸ったことない。人生で。うん。吸ってそうなんだ。で、ただ、まあ、加藤は吸うでしょ。うん、ほんで、まあ、あのネタ作りとかしてる時とか、うん、まあめちゃイケとか、うん、で会議室とかでもみんな吸ってるから。昔吸ってた。だからナインティナイン吸ってたよな。ナインティナインも吸ってたし、うん、俺とよい子ぐらいね、だから吸ってないんだって。うん。うん、まあ武田君は吸ってないか。いや、最初吸ってたよ。あ、武田君最初吸ってたっけ。昔吸ってたよ。そうそう。ほんでそれぐらいだったから、うん、結構。こうな感じで、うん、なんていう、タバコが吸う人多くて、ね、うん、でタバコの味は分かんない。なんかこう、あ、なんか口の中がタバコっぽいなっていうのは分かるんだけど、うん、自ら吸ったことはない。うん、でタバコが地球上からなくなっても何ら問題がない。何ら問題ない。なくなった方がいいでしょ。むしろなくなってくれた方がありがたい。うんうんうん、だから昔とかの昔とかのさ、うん、パチンコ屋さんとかって。もうすごかったよ。隣でから何からって、うんうん、今もうないの。今違う、もうないのよ。今禁煙だよな。禁煙タバコ、あ、パチンコ屋、うん、パチンコ屋さんもんで一個ずつの横が広いのよ、うん、コロナだからってこと。いや、コロナっていうか、もうそういう作りになってんのかな。もう俺何十年も行ってないから知らないけど、そうなの、うん、めっちゃ綺麗だ。綺麗です。昔さ、パチンコ屋さんで、うん、もう一回も灰をポトンと落とさないですげえ長いおじさんとかいたよ。よくこれ芸術作品だなっていう。そっちがもうリーチかかってるぞっていうやつ。そう、もう集中しちゃってる、パチンコに集中しちゃって、肺をさ、ポンってする時間もないっていうか、忘れちゃってるから、それ微動だに動かないから、肺がドワーって芸術作品みたいな人いたけどな。だから今もうそういうのないからね。そんなに変わったんだ、パチンコ屋。パチンコ屋さんで、だから出玉も下に置かないから。そうだよな、カウントされるからね。カウントされてるのよ。え、じゃあ数字が増えていくだけ？うん、あの、玉を積んでく、箱を積んでくってことはない？ない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 。そうなの？そう。全くいかないから知らないけど、じゃあ何にも勝ってるか勝ってないか、前にはそこの数字を見て歩いて、覗かないと分かんない。カウンターを見て。へぇー。だから俺ら昔知ってるから昔がいいと思いがちだけど、それで慣れるともういいんだろうな、そういうの。だって、運ぶ必要もない。そう、運ぶ必要もない。でもだから、あの昔さ、椅子のさ、両サイドにドルバック積んでる、あの優越感だもんね。まあね。うん。だってヒーローだもんね。うん。どんな人でも。うん。でも弾は撃ってくんでしょ？そう、弾は撃ってくる。弾は撃って。で、入ったら。それがカウンターが出てくるんだけど。数字が出る。から弾出てくるところと、うん、出るところでバー弾が入ってくから、うん、そこで弾今何個あるっていうのが分かるんだよ。でそれ変えるときはそれを言って、そうそうそう、あの交換するんだよ。知らない。そういうふうな。僕だからね、もう何年も行ってないとこが多すぎるんですよ。ここでまあ言うことじゃないかもしれないですけど、うん、俺ラブホテルももう10
15、20年近く行ってないかもしれない。ラブホテルはそうだから、たまに、そうでしょ、行ってないでしょ。まだ俺らだって、あの、筒にお金入れてスポンの話しても、誰も知らないんですよ。知らないな。あったよな、あったよな、筒ポン。ね、あ、いい？ラブホテルの話。はい、うん。俺らの時っていうのもいいんだけど、うん、俺らが若い頃行ってたラブホテルって、うん、部屋に、筒があって、透明のね、エアの、透明のなんか、あのね、何ていうの、シューター。部屋に透明の筒が、天井まで、繋がってて、うん、そこにお金入れると。で、カプセルの中にお金入れたら、そうそう、エアーでスポーンって行くわけ。そう、うん。それがフロントに飛んでくるんですよ。フロントに飛んでくる。だから、誰とも会わない。誰とも会わなくて、顔も合わせないで、お金だけ払って終わるっていう。俺らもうそのシステムやから、俺もし仮に今後行くことあって、お金ってどうやって払えばいいんだろうって思って怖くて入れないの。いや、今入り口で払うでしょ、今。どうやんの、俺、マジ行ったことないから、もう何十年も。いや、俺もないよ。まあ、そうか。どうすんだ俺も昔行ったのはさ、うん、もうエアはなくなってた。エアじゃもう本当昔の。昔さ、うん、エアばっかりじゃなかった。エアばっかりじゃないよ。うん、俺あったのは、普通に上がっていくと、まあ、小窓みたいなのが。そう。小窓パッと開けたら、おばあさんが、うん、ちょっと、明日の朝ごはんでさ、お前相当フリー。コッペパン2個。コッペパン2個と、それは俺知らない、あったんだよそれ。いやベーシックのやつは朝食付き、ベーシックのやつはコッペパン2個くれるラブホテル、ない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 、コッペパン怖いよ。そうだったんだろ。いや、俺らの時代ベーシックのやつは、うん、こう明かりがついてて、部屋の形に、でボタンを押したら鍵が出てきて、でその鍵を渡して小窓にお金を払って入るでしょ。そのシステムでしょ。休憩いくら、宿泊いくらみたいなね、上と下のボタンをどっちか押して、で鍵が出てきてっていうパターン、でボタンを押すとその部屋のライトが消える。もう埋まってます、使用中です。それが一番ベーシックなんですかね。今もあるんですかね。もう今もそれじゃないの。じゃないか。たまにテレビとかでもそのおしゃれな、なんラブホテルって言葉じゃないけど、そういうシティホテルみたいな、今こういうのが流行ってますって言って、もう遊園地みたいになってるのとかあるじゃないですか。女子会に使われましたね。ご飯も充実して、うん、でももう何十年も行ってないから、うん、行き方わかんなくて怖いの。行くよみたいな。行きたいのか。行ってみたい。一緒に行きます。行かねえ。でも女子会みたいなんであったりするね、あれね。そう何人かで行ったりとか、うん、でもラブホテルじゃないやつでしょ。だからそんなちょっと、いやでも言葉がラブホテルじゃないんだけど、もうラブホテルだよね。ラブホテルです。ね、なんかプールあったりとかだ。そう、うん、行ってみたい。プール付きの行ってこいよ。一緒に行きます。行かねえ。ほんとだから俺もう知らないんですよ、最近のそういうものすべて。そう、俺らタバコね、いいけど禁止されたら嫌なこと、うん、掃除機をかけること。私家にいるときずっと掃除機かけてるんですよ。コロコロでいいよ。もう吸いたい、吸って、うん、あの音が座ってても、何してても髪の毛が一本落ちてるとか、あ、ほこりが一個落ちてるとか見ると、もう掃除機ってなっちゃう。それちょっと、それちょっとだ、あのパートが、それは大変だ。大変それは。もうなんか、だからそういう人見つけるしかないな。髪の毛一本目に入ると、もう掃除機かけなきゃ気が済まなくなっちゃって。それが合う人だったら掃除機合戦になったら面白い。掃除機合戦、もちろん先に掃除機合戦。私見つけたよみたいな。掛け合い。あの新しいダイソーのやつ見たってことさ。今日私髪の毛8本陰毛6本見つけた。やめなさい。最悪。まあでもそういうね、そうでも男性だとそれぐらい綺麗好き、もう今田さんぐらいでしょ。ああ、いないですよね、そこまで綺麗好き。でもだから今田さんがいるように世の中にはいっぱいいるんだよ、うん、ね、でそういう人じゃないと無理だね。そうですね。あ、でも自分が散らかしてるって思われるのが嫌だから、自分よりズボラな人の方がいいかもしれないです。いや、ズボラな人はなんかちょっと汚した後にすぐ片付けられたらプレッシャーだよな。そう、自分がそれされたくないからもうプレッシャーだぜ。俺基本掃除しなくて、まあ前まで後輩たちと住んでた時は後輩が全部俺の部屋もやってくれるの。一人暮らしだった頃は部屋が汚れたら引っ越してたもん。掃除かけたことないから。もう絶対無理だよ。ゴキブリみたいな生活してるんだ。3日で引っ越しになっちゃう。そう、ただあんま家にいなかったから家寝に行くだけだったから俺も人のこと言えないけど。そうでしょ。それ聞くと、もう俺プレッシャーだな。プレッシャーだよな。でも嬉しいけどね、綺麗にされるのは。
いやだから最初はさあすぐちゃんとした子だなと思うけど、やっぱ1年2年一緒にいてまたやってると思うと、でもいいじゃん 今いいじゃんみたいな時やってたら、俺はプレッシャーだわ。いやもういかなる時も掃除機をかけたい。それ掃除機はもう絶対なくなってほしくない。もう耐えられないと思います。うわすげえな。もう手でかき集めててもホコリとか見てよ。マジで掃除機おばさんって呼ばれるようになるな。逆に綺麗なんだろうな。もう本当はそうなんだ。大谷は私はまあ、ウーバー禁止はきついですね。ウーバーちょっとそれだけは出前あればいいんじゃないの、近所に。そうよ、出前とか近所の蕎麦屋さんとか出前中華屋さんとか出前取ったことないんじゃない。取ったことないですよ。そうか、出前とか出前館なら知ってますけど。いやいやだから近所の普通蕎麦屋とか寿司屋に電話したら、あのラーメン屋でもおかもちに入れて持ってくってくれる。そうよ。あ、でお寿司とかは、うん、まあ、家族で出前取ったことありますけど、うんうん、個人で やったことないです。お蕎麦屋さんとか。え、ない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 。ウーバー。うわー。ウーバーメニュー、出前か。お蕎麦屋さん、近所のお蕎麦屋さんなんか一番良かったのな。最高ですよ。最高だよ。え、それはチラシを持ってれば。チラシというか、あるの。だから出前用のあれがあるの。近所だと食えるよ、それ。今ねえわ。ないの？家にさ、引っ越したりしたら昔、近所の蕎麦屋とかの、出前のメニューが、メニューがポストに入ってたのよ。え、来ないですよ、そんなの。確かに。みんなそれがウーバーになってんの。ネットになってるから、ネットで宣伝して、ネットでお客さん集めるって形になってるから、一軒一軒チラシ入れるとかメニュー入れるっていうのはないんだよ。今あるのってピザ屋ぐらいでしょ。いやまあ確かに、ね、ピザ屋かあのなんかお寿司のとか、うん、あああるね、うん、なんか、うん、ああいうやつだよね、うんうん、あとかまとろとか、うん、あそう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 、大体ああいうやつをね。チェーン店はあるけど、うん、近所のおじいちゃんおばあちゃんがやってるないよ、ね、お蕎麦屋のはなくなりました。なくなったな。なくなった。時代変わってくね。ウーバーウーバーすら俺一回もやったことない。えすごいと思います。入ってないもアプリに。私もないです。それ逆にすげえしっかりしてるな。信用してないからです。他人が持ってくる食べ物を行きづらくないですよ。何が行きづらくない。どうしたんだよ。大家さんが持ってくるやつはいいんだろ。大家さんは他人じゃないから。大家さんいつももらって他人だろ。大家さん行きづらいな。何があったんだよ。信用できないんです。え電話目だってこと。出前目の前でじゃピザ屋さんは取ったことある。ピザ屋さんはでもピザ屋さんがちゃんと身元の分かってる、うん、作ったお店がちゃんと持ってくるから平気なんですけど。えちゃんと作ったお店のウーバーもありますよ、うん、え知らない人が基本やってる。あだから運んでる途中に、ね、ポテト食べられてんじゃないかなとかそういうの。そうですそうです。いるんですか食べる人。そうですでも何かがなかったとかっていうのもあるね。まああるけど、うん、でもそういう人は評価が悪くなるからもう仕事入ってこなくなるから田舎に淘汰されていくシステムだから、うんうんうん、あそこ信用できないか。信用できないんですよ。俺はないのよ普通に。で、あなたやり方わかんない。やり方だって食べたいのコッペパンだけでしょ。コッペパンだけじゃないけど。いやお前だけにコッペパン渡してたんだよ。もらったことないよね。そのラブホテルは知らないの。びっくりしちゃった。朝ごはんでーっとコッペパン小窓から見ててこんな人食べたそうだなと思ってもうあげようみたいな感じだったんじゃないの。コッペパンシステム笑ったもん。コッペパンって言ったんだよ。はい、広島はそれ宮崎で。あ宮崎で何やってんだよお前。昔がそうなのよ。あったのよ。だから山本は俺はねこれ何がだから、禁止されて嫌なものは俺酒いや酒じゃなしに寝る時のカーテンだね、うん、えどういうこと。遮光カーテンをして寝るの、うん、真っ暗にして、うんうんうん、あれをしてないと、うん、もう朝になったら勝手に目が覚めちゃうから、うん、いいじゃん。いや俺それが嫌なの、太陽と一緒に目覚めるのが一番いいじゃない、うん、全然いいわ。いやいやいやだってそれが俺は遮光だけど遮光で、うん、ある程度寝たいでしょ。うんうんうん。まあだってねだから明るいと寝れない人ですか。そう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 。俺全然平気です。明るくなると目が覚めちゃうから、うん、やっぱじゃあ3時に寝てね、9時ぐらいまで寝てやろうと思ってても明るかったらもう夏だったらもう5時ぐらいにもう明るくなっちゃう、うん、それが嫌だから遮光は必ずそれだけ必ずして寝るもん。そこは夫婦一緒。そうそうそう一緒じゃないときついですよね、まあ、どっちでもいいんだよ向こうは。俺閉めたらもう閉めてるから、いやだから
西野とこの間喋ってて、そのまあ社交とはちょっと違うんだけど、うん、いやもうこの間なロケ行って、うん、泊まるじゃない、西野さんもそのロケに来てたの。ああ違う、あの西野に来た時あったんだけど、うん、この間なロケ行って、はい、隣の部屋から深夜ガーッと音聞こえてきて、うん、俺それで目覚めたんだよ、うん、あれと思ってこう耳当ててみたんだよ。隣からとんでもねえいびきが聞こえる、うん、で俺は当然あそうだ隣確か山本だったなと思って、うん、隣のいびきで寝れないっていう状況だったわけですよ、うんうん、なっ、うん、でもそれでもちょっとびっくりしたんだけど、うん、でそんな安いホテルじゃないんだよな。そうそうそう、ちゃんとしたホテルなんだけど、あの壁を越えて、うん、熱い壁を越えて、そう、それで、で、うん、その前に西野もロケに来てて、うん、山本のいびき、うん、寝れなくないって言ったら、うん、あ全然寝れますって言ってて、よかったですね、合うんだねそういうところ。そうそうそう、西野もいびきかくんだろ。西野もいびきかくの、でもなんとも思わないの。でそれがでもいいんだよ、課長というかね、ああいいパートナーですねそれ、うん、いやなかなかいないと思うよ、あのいびきに耐えれる人間。俺隣の部屋で起きたんだから。それは俺朝起きてすぐ言ったよな。そんなに朝起きてすぐ言ったよ。俺は逆サイドかと思ったもん。朝起きてカメラ回ってるけど、それ言ったらすぐおかみ入ってきて、それ言うのやめてもらえますって言われたんで。そうね、うん、壁が薄いと思われます。そうそうそう、壁が薄いんじゃないのよ、山本のいびきがでかいわけ。すごい、あのベルリンの壁より厚いと言われたあの壁を、あの壁を越えたんだ。いやあれはだからそれで寝れるっていうのはすごいと思う、うん、なんとも思わない。じゃあもう俺無理だもん絶対。もういやそれしょうがないね。いや俺だって疲れてたよって、ちょっと酒も入ってたし、うん、ああね、寝ながらぐっすりだ、うんうん、起こされた、もう起こされて、もうそこから寝れねえで気になって。そんな人が太陽が眩しくてって文句言ってるの許せないよ。太陽ダメだよ、起きろよ、早く起きろよお前。太陽ダメだよ、社交じゃないと。次行きましょう。続いて、ラジオネームウェミリオシナーカ、皆さんこんばんは。歩いてる赤ちゃんや犬がいたらついつい見てしまうんですが、うんうんうん、皆さんもついつい見てしまうものとかありますか。これ僕スーパーとか行って赤ちゃん連れとかちっちゃい子供連れてるお母さんとかいて、うん、赤ちゃんとか子供ってお母さんをずっと見てるわけじゃなくて、なんか穴の方向見てる時とかで目が合っちゃう時あるじゃないですか、うん、その時僕絶対変顔とかふざけたりするんですよ、うん、なんか相手のお母さんからしたら嫌なのかなって最近すごい思うようになったんですよ、うん、電車とかでも子供と目が合うとウィーとかなんか変な顔やったり嫌だ、うん、いやこれあれさやった後俺子供ってるからちょっかいかけたくてやっちゃうんだけど、うん、相手の親からしたらすごい嫌なんじゃないかなって、うん、なんとも思わない人もいると思うけど、うんうん、俺はだから子供3人育ってるから、うん、そういう状況結構あったんですよ。知らない人が子供にね、でそれはありがたいって気持ちもあるんだよ、うん、ありがたいけどあどうもって、うん、でもそれが続くと ありがとうございますすいませんって言わなきゃいけないのが結構めんどくさい。あ触りはしないですよ絶対に、うん、だからその一瞬だけ一瞬だけなんかさあのなんかちょっとしゃれてるっていうか、あの一瞬だけニコとかなんかウインクパッとするとか、うん、赤ちゃんにパッとそのまま行くんだったら全然いいんだけど、うん、結構やる人いるじゃん長めに。長めにはやらない、長めにはやらないから長めにやる人はやっぱり、あすいませんね本当、あごめんなさいって、ありがとうございますって、あもう寝てるんでとかって言ってもそれでもやる人いるじゃん。俺はやらないから許してくれませんもうあれ結構しんどいんだよね。やっちゃう派。池田さんは、とか手振るぐらいはやりますね。やる、私一瞬ニコリして終わりました。やるよね。俺はね、決してなんかこう微笑んだりとか、うん、しないな、微笑んだりとかそんなんじゃないしに、もうただうなずくの、こうやってなんで赤ちゃんに、赤ちゃんとかちっちゃい子とかパッと顔があったらいや俺ね、って言ったらとかって相手がうなずいたりすんの、真面目な顔でこうやってうんってやったらもっとやるよ。俺はもうロケとか行ったら、あ子供抱いてくださいとか写真、子供抱いて写真撮ってくださいとか言われるでしょ、うん、俺山本、うん、それ
俺漏れなく 100% だと思うな、うん、全員泣いてる怖いなあれもう 100% 泣くよな山本泣くとあの子供のよくあるさあの持ってくださいって言われて子供が体とんでもないもんグワーッ逃げたじゃん、そうそうやめてーみたいな、そうそう、おいおいなんでこんな形で逃げるんだみたいなあの状況何回も見てる持ったことないからなんかわかんだよこの持ち方が違うってこと、持ち方がわかんないっていうか、ちょっと写真撮りたいんでって言われてとしても、ポーンと渡されたとしても、もう持った瞬間違う、俺だから何回かやるの。だから、カツさん、ちょっと子供抱いてくださいって、あ、いいっしょよ、つって。で、抱っこして写真撮って、ほら、山本もやれよ、つって。山本も写真撮ってあげれば、つって渡したら、子供が、いやーって。すごいね。何かを察知してる。何かを察知してる。察知してるのかな。邪気をだよ、邪気を。邪気出てる。邪気を。何かが見えるのかね。何かが見えるんかな。何が見えるんだよ。あれ。あれは不思議だよね。犬とかどうする？犬猫も、うん、あの散歩公園でしてる犬いたら「ええ」とか「ワンワン」とか「なんかワンワン」とか言っちゃうタイプ、わけわかんないけど「ワンワン」とか言っちゃうタイプですだからあっちからしたらもう嫌でしょうね、飼い主。そういうおじさんいたな。俺はちゃんと言う。そういうおじさんいたな。俺はちゃんと言う、ちゃんと言う。だから「ワンワン」じゃなしに「ワンちゃん散歩行こうね」とか思わず、怖い人の犬に散歩に、人の犬に散歩してんのに、散歩ね、散歩行ってんだよあなたはね、とかって言ったら、そうなんですよとかって言って、怖いよ、怖いよ、本当嫌だよ、怖いよ、散歩ね、はいはい、散歩散歩、人っちの犬だよね、自分っちの犬で、まあまあ興味持って見た時ね、うん、こっちを普通に歩いてるところに俺は並走してはいかないよいや俺自分で散歩行く時あるじゃんって、うん、やっぱり面倒くさいね。だから、うん、俺人が散歩してる犬にこう、あ、これすごいいい犬だなとか、なんか犬は見るけど、うん、見ちゃうけど何にも反応しない、うん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 、その方がいいと思ってるからんで犬さ、相手も散歩しててこっちも散歩してる時に、あらららららって、ありますよね、街でよくあるんで、あらららって寄ってくる時あるんじゃない。で、いいじゃん。で、うち結構大きい犬だから、うん、いいじゃない、触らせてあげて、気に触ることを他の犬にされたら、うん、わーってなったりする時あるんで、うんうん、ダメだよって、うん、いけないってダメってやってパッてやるんだけど、うん、その心配もこっちあるわけ、はいはい、あ、まあまあでっかい分な、うん、それなのになんかちっちゃい、あの、ま、あの何ポメラリアンみたいな、ちっちゃい犬がね、ちっちゃい小型犬が、よし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 、遊びたいんだねーつって、うちの近くとかに来ると、やっべえと思うのよ、やめてと思うんだよね。だから絶対声かけない俺、もう絶対やだ。まあね、犬はどこでやって言うか分かんないもん、ね、分かんないもん、うん、確かに確かに、一回なんか、あ、かわいいねーってやっちゃうと、やめ時が分かんなくないですか。池田さんやらないってこと？いや、私は可愛いなと思ったら、あ、可愛いねって言ってさーって通り過ぎます。うわ、想像つくわ。なんかだから本当に可愛いと思ってなさそうな言い方しちゃうんだよね。もう可愛いねって言われるのも嫌なんだよな。自分家の犬が。そう。長くなるなと。え、なんか、うん。めんどくせえなって、でも飼い主はそうなのかもしれないですね、うん、まあ、そうじゃない人もいるかもしれないけどね、嬉しい、ただ単純に嬉しいって人もいるけど、うん、嬉しいと思う人だけではないっていうのは我々知っとかないといけないかもしれない、ね、うん、ついちょっかいかけちゃうでも女子は漏れなく公園で犬散歩してる人見かけたら可愛いって言ってくるでしょ。うん、見るだけですね私は。俺それでいいと思うよ。犬側から来た時はめちゃくちゃ遊びます、ね、あのさ、遊んでほしい犬連れたおじさんとかいるじゃないですか。ああ、そういう時は、いやいやいや、あ、遊んでほしいんだなと思って遊びますけど、自分から言ったら去り際がなんか、ね、なんか気まずい、気まずいんで、向こうも気まずいだろうなと思っていや両面いるからな、犬嫌いな子もいるしな、うん、それいっぱいいるからな、ね、見ちゃうもの、うん、大谷は見ちゃうもの。私スーパーのお刺身コーナーはお腹空いてもなくても見ちゃいますね、うん、なんで？あの、食べたくなるんですよお魚が好きで、え、うん、今日はどんなお魚があるかなっていうワクワクで見に行っちゃいます、うん、買うの？え、買いたくなっちゃう時もあります、買わないつもりでも。あ、もう絶対見ちゃうんだ絶対スーパーの鮮魚コーナー行きます、ね、もともとお目当てのものがあってそれ探しに行くとかじゃなく、何があるかなと、そう、新しく、あ、なんかこのスーパー入ったことないなっていうスーパーがあったらお魚コーナー見に行きます、
面白いね。気になって。何それ。そうなんです。初めてのスーパーチャレンジで入って刺身コーナー見に行きたい。どう、どんなお魚があるのかな。刺身好きなのか。そうなんですよ。あ、好きなんだな。お刺身が好きで、うん、もうお肉対お魚だったらもう8対2ぐらいで、うん、お魚の方が好きで。あ、そうか。だからもうワクワクが止まらなくて見に行っちゃいますね、うん、あ、それね。行けたわ。見ちゃう。あのデパ地下にある、うん、あの大判焼きをずっと作ってるの見れるお店あるじゃないですか。あれ私高校の時、うん、放課後なんか1時間ぐらいずっと見てました。楽しい。いやでもすごい職人技だよね。すごいですよ。 あの子をこうやってシャッシャッシャッってやるやつ、うん、もうやりたくてしょうがない、うんうん、もう私すぐあそこでバイトできる気がします、うん、であの駅パーってやるのも駅の入れ方もうまいんだよな。そうなんです。チャ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 ってちょっとずつなんかプッシュしてって、うんうんうん、で蓋閉めて、であんこをちょっとずつこうね、あのやって、うん、で合体させてって、あの、うん、もう何時間でも見てられる。いまだに私今はもう買うときに並ぶとき見るぐらいしかしないんですけど、さすがに用事もないのに1時間見るとかやめましたけど、今 YouTube でそういうの見れるんですよ。あ、見れますよ。見れる。いろんな屋台の、うん、あの作ってるところを延々と、うん、たこ焼き王女、たこ焼きもあるんですよ、うん、ああいうの、うん、でもうもはや日本だけならずと海外の屋台も全部 YouTube で見れますから。ベビーカステラは、あ、ベビーカステラもいいですね。ベビーカステラもいいよね。ベビーカステラもいい。あの袋にパン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 袋入れてる、あれは面白いよね。おじちゃんがやってるやつですね、うん、今はもうそういうの現地に行かないで YouTube で見てます。あ、そうか、もうそれでいけるんだもんな。いけます。俺あれなんだよ、見ちゃうの。何ですか。俺熟年カップル。あれどういうことだ。前も歩いてるのを見る。じゃあ店でいても歩いてても見ちゃうんだよ。店で熟年カップル、夫婦なのか不倫なのか、関係性に興味がある。どっちなのかを見極めたいんだ。 ね、そう。いや違う、こいつら夫婦じゃないっていうのが気づきたいのね。そうだから気づく瞬間ありますもんね。飲み屋とかで友達と飲んでてももう上の空になっちゃう、友達の話。あいつらどっちなんだっつって支払いの仕方とかもね、うん、でなんか酔っ払ってきてんだあいつら。なんかいやこの年数でこの距離感はいやこれ絶対夫婦じゃないなとか、それが酒のつまみ、酒のつまみ。俺見ちゃうんだよね。好きなんだよな。あと最近いなくなったけどヘアが怪しいやつね。あ、カツラかカツラじゃないかね。見ちゃう。それは見ちゃうな。それは見るというか、ヘアが怪しいやつね。どっちかあるか分かりませんよ。なんかね、うん、あるよね。なんかこう、ツーブロックにしてるのか、ツー、うん、ブロックでバレてるのかみたいな、ちょっとギリギリながらじゃ、うん、こう、そう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 、かぶり方が。ただ浮いてるのどうか、うん、もしくは、かぶったの、うん、ちょっと何か、うん、あれ、うん、時間経って浮いてきてんのって思う瞬間横に現れるから。そう、サイドと襟足です。襟足です。今でも分かんない人多いっていうじゃないですか。本当にじゃあ我々気づいてないだけで、うん、芸能の先輩とか大御所の方でもいるのかな。気づかないレベルで本当に。いやいや、もう職務者今、ああそうじゃない。もう今かぶってる人いないか、うん、うん、職務じゃない。あとはもう薬でしょ。うん、あ、効果あるんですか、うん、薬効果あるって言ってたよ、うん、昨日もたまたまね、なんか知り合いの、 あのスタッフさんが、まあ、結構俺ぐらいの大きさで年齢はもうちょっと若いけど、うん、もう完全な M で、うん、もうちょっと前がない感じの人が、うん、いやもうまさに明日から飲むってトルコ、え、トルコに行って職務したの。なんで日本でできないの。トルコが本場なの。トルコが世界で一番今それが技術が長けてるところ、そうなんですね。石田一生さんがやってましたもんね。でそこ行ってってで、その技術はもう本当いろんなところからもう持ってくる、移動させると、うん、移動させて、でその頭のそのなんていうの、頭のその毛穴のところが勘違いするんだって、ここは毛が生えていいところなんだっつって、うん、でだから脇から持ってくるパターン、やだよ、ちぎれてんじゃん、頭から脇毛が生える、ちぎれだよ、ちぎれ、いやだけど、だから濃いめの毛穴を持ってくるんだって、毛穴を、毛を持ってくるわけじゃない、毛穴を持ってくる、うん、そうするとこうも出てくる、なんかだから、関細胞みたいなことだよな、うん、
をしに行くんですって言ってた。だからもうそういう頭が薄いことで悩む人なんかもういなくなるんだろうな。なくなるんですね。科学で全部できちゃうからな。以上ですか。以上です。はい。宛先大谷さんお願いします。はい。メールの宛先は、やるどアットマーク、mbs1179.com までお願いします。また、番組ホームページのメールフォームでも送ることができるので、そちらもご利用ください。メールを読まれた方には、金の玉ステッカーと金の玉お守りをもらえるチャンスがありますので、皆様どしどし送ってください。極楽とんぼ山本圭一です。 MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってます。加藤面接。このコーナーは芸能界の狂犬極楽とんぼ加藤浩次の面接を受け、次期ヤンヤンガールズの座を獲得し、未来のタレントを夢見る女子大生を応援するコーナーです。それでは早速今夜面接を受ける方をお呼びいたしましょう。自己紹介よろしくお願いします。よろしくお願いします。21歳松尾美里香です。今音大に通ってまして、ミュージカルを専攻してます。ミュージカルって学校の授業で習えるの今？そうなんですよ。授業内では、ボイトレとか演技とか、ダンスとかいろいろあって、それをみんなで発表会みたいな感じで、大学の舞台がある、ステージがあるんですけど、そこで半年ぐらいかけて。じゃあ歌ったり踊ったりお家で練習したりしてるんだ。あ、してます。すごいね。いや、だからもうあれだね、これだ、バレエもやってたわけでしょ。そうです。子供の頃からバレエやって、はい、音楽やって、もう芸能をずっと目指してきたってことだ。そうですね、ずっと本当は女優さんになりたくて、アクション女優になりたくて。あ、かっこいい。ミュージカルは？ミュージカルは背が私小さいんですけど、やっぱ舞台系だと映えないなっていうのを気づいて。そういうのあるの？やっぱ女優映像の方が合ってるよっていうのはやっぱ結構言われるんで、じゃあやっぱ普通のっていうか女優さんよりやっぱ一つポイントを足したいなっていうことで、アクションを、もやってんの今？今アクションやってます。どこでやってんの？アクションスタジオっていうのがあるんですよ。でそこで行って、例えばもう中国拳法とかもう剣とか、例えばパンチとか、そういうのもトランポリンを使ってバク転するっていうのを習ってます。すごいね。そうなんですよ。だからあんまり多くないよね、アクション目指してる人って。あの子すごかったよね、あの生田斗真君の、奥さん。そう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 、 そうです。あの子すごいよね。やっぱすっごい可愛いのに、バク転できんのみたいな感じが、最初からだもんね。そうなんです。最初からからも抜群のアクション、そうなんです。出てきた時がもうアクションの映画だったもんね。やっぱ、お、すごいってなるじゃないですか、だからやっぱアクションできますって言った方が、え、じゃあ反応いい？いや、ね、いいです、もちろんです。あ、もうそこも考えてやってんだね、はい。じゃあもう就職とかじゃなくて、そういう世界にも行く？はい。お、いいんじゃないの？それ。あ、ありがとうございます。ミュージカルの映画もあるかもしれないしね。そうなんです。あ、それもう徹底してやってった方がいいよ。わかりました。本格派になった方がいいよ。わかりました。なんかもうな、いつ花開いてもいいじゃない、しっかりやってれば絶対、別に若く売れることはいいことじゃないからね。そうですね、下積み時代があってっていうのが、で下積みがちゃんとあって、もう、あ、実力がちゃんとあるという人が結果伸びていくからね、はい、あ、そこ目指した方がいいわ。わかりました。あと気になったことありますか？これさ、小沢さん、宝物なんですか？はいはい、時計なんですけど、家族全員お揃いの時計今してるんですよ。アップルウォッチじゃない？そういうこと？シャネルじゃないの？これを家族全員が揃いの時計してるの？私兄弟が6人いるんですけど。もういや珍しいね今ね。そうなんですよ。楽しいだろ。めっちゃ楽しいです。兄弟が友達みたいな感じなんですけど、二十歳になったらそのプレゼントお父さんがしてくれるっていう風潮が。そうなんですよ。自分6番目？私6番目なんです。あ、じゃあ歴代お兄ちゃんお姉ちゃんたちはその時計を二十歳になったらもらってきて。そうなんです。ついにあなたも。そうなんです。最後にゲットしました、やっと。すごいね。そう、お父さんがすごい。え、それはその時計じゃないとダメなの？そう、このシャネルのこの J12 っていうのをみんなでお揃いにしようっていうのが多分お父さん。お父さんもそれしてんの？してます。お母さんも？お母さんもします。お父さんすごいかっこいいじゃないですか。
多分なんか夢だったのか。男性もんはちょっと大きくてて、ね。あ、そうです、うん。私はちょっとそう小さい。女性もんはちょっと、うん、ちっちゃくて。そうです、そうです。お、すごいね。松尾家の証みたいなこと。そうなんですよ。で、これみんなでお揃いにしようねっていうので、やっと6番目でもらって。うん、ああ、それはお父さんどっかで思いついたの？一人目のお兄ちゃん、お姉ちゃん。お兄ちゃんです。お兄ちゃん。お兄ちゃんの時に思いついたのかな。もしくは、お父さんとお母さんがどっかでその時計をお揃いで買って。多分そっちなのかな。なんか小さい頃から、うん、あの、お父さん、お母さん、やっぱ分かんないじゃないですか、うん、シャネルのやっぱ価値っていうのは、小さい頃。うん、でも、小さい頃がやっぱお父さんでしてるんで、うん、なんか、かわいいなと思ってたんですけど、うん、そういう風潮があるっていうのは、やっぱ途中からだったと思うんで。へ、うん、いいね。うん、すごいね。じゃあ最後もうもらったんだね。どうする？自分が結婚したらそれつなぐ、まあ、すごいね。つなげるようにしたいですよね、やっぱり。うん、それだから6人の兄弟がさ、またつないで、で子供たちまたつないで、そのエピソード言ってった方がいい。ね、うん。シャネルが引っかかるまで。シャネルが気づくまで。シャネルが気づくまで。気づくまで。気づくまで。こすり倒してね。ああ、気づくまで。気づくまで。ちゃんと今松尾さん言い直したけどね。さあ、それやった方がいいわ。で、あとね、特技、はい、墓よ、墓。墓って何ですか？墓知らない？私、あの、ラグビーの。ニュージーだよね。そうです、そうです。ラグビーの。墓って、あの、男がやるやつでしょ？だから、あれ、男性がやるやつなんだよね。そうなんですよ。うん、あ、でももちろん女性とかも、うん、その、やっぱニュージーランドでは文化なんですよ、うん、あれが。女性のやつは違うの？墓のやり方が。いや、一緒なんですけど。うん、あ、全く一緒なの？女性も一緒なんですけど、桃叩いて「はっはっはっ」みたいなやつだよね。めっちゃかっこよくないですか？かっこいいよ。あれ、え、あれ正式なの習ったってこと？習ってはないんですけど、墓っぽいやつ、あ、なんっぽいやつなんですよ。オリジナル墓ね。オリジナル墓なんです。え、今できる？ちょっと、え、できますよ。おー、ちょっとやってじゃん。え、これもいいんですか？やって。いいよ。なんで？え、なんかちょっとやっていいよね。だってアクリル板もあるし、うん、大丈夫。一瞬マスク外してもいいですか？いいよ。やっぱり顔も大事なんです。顔見たい。では、うん、ちょっと、はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。めちゃくちゃ面白いんだけど。めちゃくちゃいいじゃん。君最高じゃん。それ結構ハマると思うわ。これオーディションでやると受かるんですよ。うん、うんうん、そうだ、ね。これ絶対親父喜ぶやつだよ。それ言うな。これやれば受けるんですよ。言うな。秘めていて。いや、でもそれ受かると思う。ねえ。あ、なんか、あ、この子何でもやってくれるっていうか、すごい。うん。ちょっと、クオリティ上げます。うん。あ、いいよ。いいと思うよ。もう結構仕上がってんね、松尾さんね。ありがとうございます。うん。瞑想してる感じじゃないね。これっていうのも決めて。偉い。いい感じになってんじゃないの、それ。うん。あ、じゃあもう本当にミュージカルも勉強、今だから歌勉強してるんでしょ。歌もやってます。でアクションやって、アクションもやってます。で何でもできる女優さんになるってことだね。そうですね。だからそれちょっとずつ俺やっぱり小出しにしてった方がいいと思うんだよ。なるほど。いっぺんに出しちゃうんじゃなくて、例えばさ、女優さんとかでちょっと言うと、あ、この子なんか最近よく見るなってなった時に、別に1番手とかでなくていいんだよ。5番手6番手とかでも全然いいんだけど、あれ、この子なんか脇で見るようになったなってなった時に、ちょっとずつ変えていく、ね、あ、この子歌もできる、うん、え、あ、この子アクションもできんの、え、この子墓もできんのって行こうよ。この、あの、木をちゃんと分けて出してった方がいい、ね、あ、なるほど、うん、分かりました。いっぺんにこう出してた、うん、で、一個ハマってもそれを引っ張りすぎないっていうね、うん、やっぱ有吉さんでもちょっとですか、あの、カレンちゃんでも、うん、あだ名とかスパッとある時期からね、そうだね、引っ張りすぎないっていう美学、うん、かっこいいという、やりすぎ、もう思いつけなくなりましたってカレンちゃん言うからな。そうです、うん、あ、でもこれそういう武器持ってるのは大きいですよ。いや、これはいい、ありがとうございます。うん、なんか目指すのは、目標とするのは黒木メイサさんってなってるけど、なんか雰囲気ちょっと似てる部分、うん、似てるね、細くてシャープかっこよくて、うん、ドタイプなんですよ。そう、ああいう女性になりたいっていうのが私の中の理想像で、やっぱ黒木メイサさんも女優のお仕事もやってるじゃないですか、うん、はい、アクションもすごい、アクションもすごい、もううわ素敵っていう、もう理想って感じです。あ、じゃあそこの若いポジションって今いないかもね、うん、でさらに黒木メイサプラス墓がついてくるわけです、ね、うん、墓好きになりました。これはいいんじゃないですか、うん、初めて見たけど気に入った。そ、いや、それはありがとうございます。今いないよね、いない、そっちが。今みんな可愛い系になってる。あ、確かに、うん、かっこいい系っていないから、うん、いや、チャンスあるんじゃないですか、松尾さん。本当ですか。あ、わかりました。す
すごいよ。うん、いや頑張ってくださいよ。ありがとうございます、うん、もう卒業したらもう今から、まあ、プロダクションとかいろいろ探しながら、うん、オーディションやりながらやっていくってことね、そんな感じ。もう腹は決まってるってことだね、はい、いや頑張ってください、うん、じゃあ最後にありがとうございます。リスナーの皆さんにメッセージお願いします。はい、いつでも全力投球バカミリカでした。頑張ります、うん、頑張って。ありがとうございます。ありがとうございました。スピードワゴン小沢和弘です。MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってます。池田優子35。はい、本日は体調が絶好調です。めいっぱい叫ばせていただきます。よかったな、首治ってまだまだ通院してますよ、うん。最初は黒の2番さんからいただきました。首って書いてしょ卒業生の諸君、卒業おめでとう、うん、もう一つの卒業も頑張るよ。池田優子35、頑張ってくださいね、うん、次、加古川のカズゴンさんからいただきました。ジップのエンディングの映り込みでもいいから朝の番組に出てみたい、池田優子35。朝起きれるかな。ラスト、ブリとザブトンさんからいただきました。おい山本、はい、お前最近 YouTube だけじゃなくてテレビでも夫婦で出演してるけど、ひょっとしてお前ら令和のコアラ三原純子カップルの座を狙ってんのか。池田優子35。そこか、うん、その枠なんですね。三船美香ちゃんと、うん、いやいやいや、ジョージさん、ジョージさん、うん、二組でも離婚してるけどいやいやいや、その枠か。今夜の対象はこちらです。卒業生の諸君、卒業おめでとう、もう一つの卒業も頑張るよ、池田優子35。大賞の黒の2番さんには私がデザインしたステッカーをプレゼントいたします。以上です。続いてはミリニャです。はい、ミリニャのささやき、あなたのミリニャです。今夜もあなたの耳元でささやくからよく聞いてね。じゃあ行くね。パンと牛乳さんの作品、三笘の1ミリニャ面白いでしょ、面白い。次、ブーメランチャンネルさんの作品、印鑑忘れちゃったから私のポイを押してもいいですか、手肉をつけて押すからね。次、黒の2番さんの作品、池田さん時々大家さんにいろいろお裾分けもらったりしてるけど、そんなにひもじんですか。大家さん金持ちなんだよ。今度はイコラブの差し入れお裾分けしますね。やったラスト、天然水さんの作品、山本さんの新コーナー、はい、これまでの中で一番グズグズですよ待て待て待て、今夜のミリニャどうだった。今週のミリニャ大賞を発表するね。天然水さんの作品、山本さんの新コーナー、これまでの中で一番グズグズですよ。やりづらいわこの後大賞の天然水、言う通りだと思いますよ単賞の天然水さんには池田さんがデザインした金の玉ステッカーを差し上げます。最後にもう一ささやき聞いてね。加藤さん、んスッキリのほぼ毎日フェスにイコラブはいつ呼んでいただけるんですか来いよ、ちょっと終わるまでには呼んでください、うん、来てくださいよイコラブ、あの頑張りますもう本当なんかフラットくれよ一緒フラット、フラット、フラット行けたらいいですね、うん、以上です。それでは聞いてください、イコールラブでジャンキーズ。イコールラブの大谷えみりです。MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってます。新婚さん聞きなっしゃい。
私新婚の山本が末永く幸せでいるためにリスナーの皆さんからアドバイス叱咤激励をいただくコーナーでございます。それでは早速メールを紹介していきたいと思います。ラジオネームはジャガーマン。山本さんこんばんは。新婚の山本さんに末永く幸せになってほしいと思い、今年で結婚10年目を迎えた僕が僭越ながらアドバイスをさせていただきたいと思います、うん、この前自宅で奥さんが僕がトイレを使用した直後にトイレに入ったのですが、トイレから出てくるや否やかなりの勢いで僕に怒ってきたのです。というのも僕がウォシュレットの洗浄の大きさを最大にしたままトイレを出たため、それに気づかなかった奥さんがウォシュレットの洗浄を強烈な勢いのまま使用する羽目になったのです。山本さん、くれぐれもトイレを出るときはウォシュレットの洗浄の強さを優しくしてから出てください。やめてしまえよ。何だよ、何だよ、ありがとうございます。やめてしまえよ。アドバイス、うわーなるほどな、ジャガーマンありがとうっていう。何を呼んでんだよお前。ジャガーマンありがとうっていうことでしょ。なった、え、これ教わって、いやありがとうってなった、確かにってなった。なったなってる。そんな、そんな大事じゃねえしな。大事、これはね、もうやっぱりトラブルの一つになりますから、ジャガーマンの言う通りに毎回毎回ね、ウォシュレットのちゃんとそのね、強化弱化をね、ちょうど中間ぐらいにしとくのがね、一番いいかなと思いますよね。何これ、本当に何これ。だからこういう、こういうちゃんとこうね、で要望ですよ。これ来週最終回ですよ。なんでよ、最終回まだ続くよ。また来週です。さよなら。